ちょっとキャンプ飯っていうか、うん、あのキャンプの大人の人の、うん、やっぱ、なんていうの、お酒のあてみたいな。ちょっと、岡田さんもほらちゃんとこれもワンカップポーチ使ってますから。あ、何か使うんですか。これはやっぱ、あの、久しぶりに男性の家に来たんで、うん、ちょっと酔っ払わないと。どんだけ大きなんですか。なんでガオちゃんとそうするためにワンカップ的なもん。ほんまに僕も何年ぶりだかっすよ、女性が家入る。ちょっとなんかあるかもしれませんね、今日キャンプ行く。ちょっと今日キャンプ、いや、済まないかもしれない。よろしくお願いします。もうちょい簡単なやつにしたらよかったなって今もうすごい反省。血抜きしてます。いいですね、すごいですね、仕込みが。あっちのやつもっと簡単かな。わ、でも量、なんか消毒感ありますね。だいぶあるな。え、ガボちゃんなんか買ってる家で。え、買いました。どっち飲む。ノー、さっきの味になってほしかったの。ちょっとこれで仕込んだ。これであとは火にかけるだけ。何前なんですか。これはね、ミルキークイーンです。お世話になってる農家。ミルキークイーンって言うんですか。そう、うん、うん、お世話になってる上野さんっていう農家さんがいつも送ってくれて、はい、めちゃくちゃうまいな、この米が。それとも同じ T シャツ。そうです、ユニクロの一番いいリズムです。へー、もう2日目入ってます。昨日も来てたんだけど。とりあえずこれ浸水さします。ぶちまきます。 OK、 またこれ炊くだけで、これで40分、20分もう固形燃料がなくなって20分置いたらもうできます。何のか、あ、急に仕込み出した、急に仕込み出した。あ、匂いします。ナッツといえばね、つながりですから、テスト上にする。おー、こだわりやな、ひと手間だね、はい、美味しそう。梅肉の瓶買うのは簡単です。はい。叩くも別に簡単です。はい。味見はせんでいいの？味見はしません、僕は。あ、へえ。なんで？味見したって一緒です。そんなことない。絶対味見したよ。味見ますよ。ケロリンで変えたら。ちょっと量は、まあ、ちょっと一旦これぐらい。量が多い、目分量やな、はい、まあ、ちょっと一旦様子見ます。様子見る。これあと混ぜて、乗せて食べるのが、あんまりそうめんでこんなしたことないな。私もマジでうまいですよ。僕ほんまにたまに無性に食いたなってしますもん、これ。私、あれやで、言うてんかったけど今年初めてのそうめんがこれやで。あ、そうなんですか。だから、どうしよう、苦手なんだろう。そうやったら自信ないですね。いやいやいや、何やねん。僕が一番ハマっているそうめんを、はい、作ります。僕玉ぐらいか、みんなで。結構いきますね。いきますか。これもう、最近は僕一回沸いてきたら、はい、すぐ火止めて、はいはい、蓋するんですよ。それしてたら、何時間経ってもそうめんがその質が保たれるという。19日以降ですか。ちょっとちょっとこういう感じ。ちょっと待って、このままそうめん食べてるかな。え、そこに入れんの。ほんまにキャンプでもできそうやな、これ。はい、うん、ロッタバイクね、給食作ってるみたいな。あ、ほんで混ぜ、あ、いわゆるそうめんのだしにつけへんねや。はい、あ、こういって、ここら辺の具もったいなくない。梅、ここら辺の端っこのほぼ梅こっちについちゃってるけど大丈夫、これもったいなくない。ちょっと広げますわ。ほら、こう好きにやらせてください。ティッシュもらっていいの。これね、これどうすんの。
っと上手や走るんちゃう大丈夫なんかあすごい薬味とごま油と七味を混ぜた薬味なんで、うん、これ乗せます、うん、へえ。ちょっと さっきそれ敷いてからシラスかけたかったいや、いいよ、いいじゃないなおちゃんの料理やからもうこれでうわ、すごいなできましたおお、すごいえ、これ6束買うで一人で食べてやんかで、これちょっとあの取り分けていただきますめっちゃさっぱりしてるめっちゃ色入れたやんか、はい、味濃いんかも全然そうでしょあ、でも夏やからこのめちゃめちゃ食欲そそる味やんはい、嬉しいですねうんうんうんおいしいあ、マジっすかうんありがとうございますうん嬉しいっすね、今年一発目のそうすごいあ、うまっ嬉しいですな味付けも全然濃くないのうんむしろ薄いぐらいもっと家でもいいぐらいなあこれめんつゆで、めんつゆで調査あ、ごめんごめんちょっとめんつゆ足して薄いわ食べてみて、食べてみて、うん、ああ、ちょっと薄いですね薄かったね、ちょっとね、はい、ちょっと薄かったねありがとう、はい、小倉ちゃんのおもてなし料理肝の酒蒸しやったこれもうつまんではいうまっ久しぶりだけやった、うん、ああ居酒屋で出てきそうプラスお母さんがしっかり作りそうなねそうですねいやそこちょっとお米もあよいしょーうーん美味しそうキャンプ飯ですねもう豪華にドーンって入れただけですから、はいはい、いただきます、うん、うわーキャンプ飯ですねでしょはいサンマうまいイワシなイワシちょっと正直米固めではあるいやでも食ったって感じします食ったって感じするいやこのサンマうまいっすわイワシなうんあ、いけてます、うん、いい